どうもこんにちは。いやー、床屋行ってきました。髪も黒く染めてきてね、リフレッシュでございます。まあ1再生1万円ってのもね、結構な驚きの YouTube の結果だと思いますけども、私がね今こうずっと行ってるね、この田舎の床屋さんもなかなかのもんですよ。でこの床屋さんってね、1回も改装したことがないんですよ。で値引きもしたことがないんですよ。なんなら広告も出したことないんですよ。でお店を出した時には一帯が田んぼで、全然ね、造成したばっかりで、田んぼじゃないですね、造成したばっかりで空き地だったらしいです。でこんなところにお客さんなんて来るのかなと思って、自宅兼お店って形で出したらしいんですけどもね。ただそうこうしてるうちに、その住宅地がどんどん売れていって、家が建っていって、で50年前に町ができて、そっからこうお客さんがね歩いてくるみたいなところで、まあ全部平地なんでね、吉谷さんもご存知のようにね。で一軒しかない床屋さんに人が来るんですけども、まあ、新規参入もなくね、そのまま50年やってらっしゃるんですよ。で今でもやってるというね。当時20代だったご主人とかはもうね80代になっちゃって、それでもまだ今日もね病院通いながら店に立ってましたね。1日のお客さんは2人か3人ぐらいなんですけども、それでも十分やっていけるという、もうちょっと多いかもしれないですね。でみんながみんな常連で、特にオーダーすることもなく何十年も同じヘアスタイルを作り続けていて、でご主人のメニューはそんなないですね。最近の新しいカットとかできないんですけども、全然その必要ないんですよね。で新規のお客さんって基本的に来ないんですよ、もう何十年もすごいビジネスモデルですよねで後継ぎもねどうやらなくって、娘さん2人いらっしゃって、一応利用者は目指したらしいんですけども、別の仕事をされてるみたいでね、もう後継ぎもいないみたいなことを言ってましたね。いやでもね、やっぱり仕事はプロの仕事で、きちっとした制服着てね、タオルもいつも着れてね、で50年前から全く変わらない、その店内ですよね。でドライヤーもねずっと使ってるんですよ。なんならドライヤー壊れてるんで、そのビニールテープでぐるぐる巻きしてこうやって使ってますね。だからこうドライヤー当てるたびに紐がこう顔に当たるんですよ、こうやって。それもなんかね味だなと思って、誰も嫌がらないってすごいですよ。でそこに行ったら街の情報が全部入るというね、逆に言うと自分の情報も筒抜けみたいなところがありますけどねすごい究極のビジネスモデルです。まあ大金持ちにはならなかったけども、生涯お金には困らなかったということらしいですね。いってらっしゃい。